は15歳の時、自分の道を決めました。僕は夢を叶えるためにこの表を作りました。これが僕の目標でした。可動域、奥行きをイメージ、スピード、仲間を思いやる心、感謝、これが僕の目標です。あなたの目標は何ですか？